画をご覧いただきありがとうございます。今回は1980年代当時もののデカ金消し株式会社丸越さんから発売されたシリーズの第3弾 C 型のアモイマンを塗装しました。まずは塗装前の状態です。比較的綺麗な保管状態でしたが、足回りに少し癖がついてしまっていたので、この後ご紹介する下処理の煮沸で矯正修正していきました。事前準備としてこんな工程で塗装前の下処理をしていきます。煮沸して形を整え、表面のホコリや汚れを取る、ベンジンに漬け込み、過塗剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く、乾燥させてミスタースーパークリアー艶消しを吹き付けて塗装下地を作る。そして塗装です。色塗りの様子はダイジェストにまとめていますので見ていきましょう。最初のカラーは肌の色としてよく使っているモルガストボーン。ほとんどの箇所が同一色なので、パンツとの境目と細かなところを面相筆で入れた後は大きめのブラシで思い切りよく塗っていきました。こちらが今回の塗装で使用した塗料等、いつものように主にホビー用水性アクリルのシタデルカラーで塗りました。塗装にかかった時間は約40分でした。カラーリングの参考にしたのは学研の図鑑超人です。次にパンツのカラーとして赤です。メフィストンレッド。今回の色分けは大きく2色。この後は上塗りで調整をしていきます。アモイマン、僕も改めて今回調べましたが、頭部だけの古代遺跡に胴と手足が生えて誕生した超人の設定です。先ほどモルガストボーンを塗った箇所に上塗りとしてレイヤー塗料のカラクストーンを塗りました。これはザ・マウンテンのボディカラーとしても使っている岩石の色合いを出しているカラー。陰影と質感を出すためシェードカラーのナルンオイルを使いました。薄めの黒の液体塗料です。全体に塗っていくことで隙間、筋に入り込んでうまく影をつけてくれます。仕上げにダイオのドライブラシ専用塗料、ちょっと濃いめの茶色を塗りました。塗装後はソフト99コーポレーションのボディペンクリアを吹き付けて乾燥させ完成。これがトップコートになります。塗装後がこちら。少し目立っていた黒ずみや汚れも上塗りされて問題ありませんでした。アモイマンはチリ・イースター島出身のパーフェクト超人。超人強度は340万パワーもあるので、あのウォーズマンよりも数字だけなら強い設定になっています。近しい超人たちのデカ消しを並べました。今回の共通点はデカ金消しシリーズの第3弾であること。ブロッケンジュニア、こちらは大井争奪編アニメカラー第2期をイメージして着色しました。そのブロッケンジュニアと北海道ピラミッドリングで戦ったミスターカーメン、カナディアンマン、この辺りの有名超人、あとステカセキングやマウンテンと並んで同じ段にこのアオモイマンがラインナップされているのも面白いですね。第3弾のシリーズのデカ金消しに入っていたブックレットです。当時はこういった封入物なんか気にもせずゴム消して遊んでいた記憶があります。こんな感じで袋に入ってお菓子屋さんやおもちゃ屋さんで売られていました。というわけで今回はデカ金消しシリーズからアモイマンでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。